はい。皆さん、こんにちは。高橋貴子です。今日はですね、あら、なんと、まさみちゃんが出演してくださってますね。まさみちゃん、あこんりにがちとうございます。は。はい。よろしくお願いじします。で、あら、画面共有はなんと、チャット GPT を共有しておりますが、はい。今日はですね、なんと、皆さんに、チャット GPT とかを使うと、お仕事楽になるよって、いうのをね、ちょっと見せようかなと思って、実録でこれ撮ろうとしてやってます。どんな結果になるのか、今私も見えていないというワクワクドキドキのコーナーになっております。はい、ご協力いただくのが、まさみっちゃんこと SNS 動線設計のコンサルタントの中川まさみっちゃんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いはい、しよろしまくお願す。いします。まさみっちゃんはね、私の LINE 公式の方の、リッチメニューとかのね、動線とか、いろんなご提案いただいて、面白くいろいろと遊んでやっていただいてるんですが、どういうふうにできるのかなっていうのを、私の質問も、ね、含めてやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、まさみちゃん、今回何を文章を作りたいんですか？ はい。SNS 動線をゆくゆく本にできたらいいなと思ってるんですね。ただし、ちょっとそういったまずスキルがないので、承諾だったりとかが、このチャット GPT で作れたらいいなと思ってるんですが、僕がまずどんな質問したらいいのか、そこの時間も全然わからないので、今日はここら辺を教えてもらえたら嬉しいです。了解です。わかりました。じゃあね、皆さんが、ね、別に今後を作りたいということじゃない人もいるかもしれないんですけども、チャット GPT にどういう質問をしていったらいいのかっていうのを、ちょっと今ね、お見せするので、私、まさみちゃんに質問をするので、それに答えていってもらうという形で、調べていければいいかなというふうに思ってます。はい。で、まずですね、チャット GPT、今回ね、私、4っていう方を使っていきます。で、4っていうのは課金がされる方のタイプになっていて、3.5は課金がないです。だけども、頭脳が全然違うっていう。4の方がインターネットにある情報も含めて取ってきて解析をしてくれて、分析をしてくれて、提案してくれるっていうのが、4の方で、3.5の方だと、現状2011年までのところで分かっている情報だから、今ネット情報にあるのを取りに行けないレベルになるので、よく例えて言われると、小学生が3.5で、GPT の方が大学生とか、そういう雰囲気な、そう感じなので、その課金がね、嫌だという方もちろん普通に3.5でも構わないんですけど、ビジネスユースで行きたいんだったら、4の方がおすすめで、特に今みたいな本を書きたいとかっていうと、そのトレンドみたいなのも入れていきたいじゃないですか。ということで、今回は4でやらせていただきたいと思います。はい。で、じゃあ GPT さんに役割を与えなきゃいけないんですよ。どういうものを企画書としてやっていくっていう時に、GPT4 さんに優秀な人であってほしいんで、役割を与えることになります。ということは、まさみちゃんは本を書きたいわけじゃないですか。うん、そうすると、誰に添削をしてもらったらいいかって言ったら、やっぱり書籍の出版社があるじゃないですか。編集者というか。そうすると、まずあなたはどういう人でいてほしいかっていうのを GPT に役割を与えなくちゃいけないので、ここに気をつけていきます。で、あなたは、日本一、日本でやらない、海外までいっちゃうんで、一、優秀な編集者です。です。どうせが作家をたくさん輩出しています。これってすごくないですか？すごいですよ。それをさせる場合が、本当にそれがないから、一応そういう設定で振る舞ったら、どういう検索にしていくのか、どういうふうに直していくのかっていうのを優秀な人ですよっていう状態をまず設定しないといけないので、例えば、SNS の告知文とか広告文とか書いてほしいって言ったら、あなたは日本一優秀な SNS の広告コピーライターですとかっていうことになります。これちょっと言いさせてみましょう。はい、どうぞ。タコさん、この今の質問書いてある日本一優秀な編集者ですっていうのは、これは決まり事なんですか？これ入れなきゃいけない。入れないといけないっていうか、いい答えを出してもらいたい。自分にとって最適解を出してもらいたいんだったら、本が通る方がいいじゃないですか。いいです。ってことは、優秀な編集者に企画書を見てもらうとか、作ってもらう、直してもらえばいいじゃないですか。っていう。まずここで、多彩な人と、僕みたいなチャット GPT 凡人とサロンコで言われるのが今の方なんですか？ありがとうございます。はい。そうなんです。まずね、何として振る舞ったか、家庭教師なのか、だから、本作業の仕事がもしちょっと上がりになっちゃうかもしれない。あなたは、なんとかんとかのコンサルタントですって、チャット GPT コンサルタントにしちゃって、自分の集客の相談してもいいですよ。すごい。こういう使い方できるのは知らなかったです。知らなかったです。そうです。これ相当すごいですよ。相当すごいです。しますね。はい。なので、この素晴らしさを知ってもらおうかなと思って、ちょっとデモンストレーションをしてみました。そして、このデモンストレーションは、まさみちゃん、どうすればもらえるんだっけ？これはですね、高子さんの LINE 公式登録していただき、LINE 公式のメニューに貼ってありますメルマガにご登録をいただいたら、この動画が見れるということでそういうすことです。ね。はい。だから、とても優秀な秘書としてもね、使えるので、文章が苦手とか、そういう、効率的なことが苦手な人ほどチャット GPT はね、使ってほしいなと思います。今日のこの動画はかなりお宝です。というのはなぜかというと、高子さんの質問が動画で見れる。まあ、こういった質問をご自身でも入力していくと、今後含めてさらにレベルアップすると思いますので、これをきっかけに、高子さんのメルマガをご登録いただいて、この動画をね、ぜひゲットされてみてください。はい。今回はキャンペーンでプレゼントしていきたすいと思ごい。います。すごい。すごいです。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。